どうもダビチャンネルタケちゃんです。はい、どうもこんにちは。今日はね、俺の、はい、アルファードね、小皿の方ちょっとね調子悪くて、ブレーキの方がね調子悪かったんで、ちょっとね専門の俺のお抱えのね仲間を呼んでみたんですよ。じゃあ横にスライドしてください。いました。はい、こんにちは。文山さんですよ。どうもどうも。皆さんこんにちは。はい。はい、今日、タケちゃん、今日何ですか？今日ね、文山さんで俺、ええ、困ったことがあって、文山さん呼び出しちゃいました。なるほど。呼び出されたの？なんか、はい、ブレーキ踏むとキー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 音するのよ。うん。多分、ブレーキの関係だと思うんだけど。うん、多分ね、キーのせいでしょうね。何？キーのせい。ほんとにこれバカ野郎。まあ、とりあえず何かちょっと点検かてら見てもらっていいですか？じゃあブレーキの点検しましょう。ありがとうございます。はい、はいはい、こういう時ねちょっと強い味方文山さん、うん、ね、ちょっと呼び出してみました。ちょっと一応文山さんと見てみたいと思います。はい、今だに、あ、よー、じゃあ文山さん、どうも。うん、はい、設置しましたね。設置、ありがとうございます。ちょっとね、今浮かせてる状態なんで、うん、浮かしちゃった、うん、ブレーキから落とせるっていうことだったね。そうなの、そうなの。じゃあちょっと回転させてみて、この内側ね、異音か何かあるのかどうかちょっと確認しますね。お願いします。うん、このね、まあ、ブレーキね、うん、いきなりそういう、まあ、変な、なんだろう、不快な音とか出てるっていうわけではなさそう、今はね、うん。ただこれで踏まないと分かんないもんね。走行中にそういう風な音が出るっていうことですね。そう、信号で止まったりするとなるんですよ、ね。うん、だからパッドがもう極端に減っててダメだっていうことではなくて、うん、そのパッド自体の何かね、面か何かね、あ、うん、ちょっと飛び出し、うん、バリがあると、バリがあるから、それのちょっとね鳴らすような感じの、まあ、調整が必要でしょうね。あ、じゃあそれ、うん、じゃあやってみましょうね。やってみますください。はい、お願いします。はい。なんか変な感じだなこれ。ね、お願いします。はいはい、激しい音を立てて上げてもらってます。まずタイヤ外してもらってね。今日暑いね。今日暑いね。今日暑いね。いや、踏みません、いつでも暑いよ。暑い。激熱の。あ、ごめん。あ、いや、あず苦しいな。マスクだね。マスクだね、ちょっと、ね、外させてもらうよね。そうだね、暑いからね。暑いからね。後ろ姿ぐらいだったらいいよ。あ、いいね、セクシーだよ。セクシーだよ、後ろ姿。阿部ちゃんでモザイクかけてね。そんな技術ございません。次でもモザイクかけてほしいんだけど。無理です。あとトップシークレットなの、ね、トップシークレット。あ、まあね、あの、交換したばっかりだっていうから、やっぱりね、角が立ってるような状態なのかな。角が立つ、うん、角がね、ビンビンに立ってますね。うまいこと言いますね、角が立つ。だから、うん、鳴らすことによって、そう、反対側も外します。あ、わかりました。じゃあ、とりあえずこうやってタイヤを外して、うん、面取りかね、パッドのね、新しいパッドの面取りだ。そうやらないとダメか。ギンギンに立ってますね。じゃあ、とりあえず、ウビームさんにうまくこう加工してもらいますね。よし、またでー。はい、じゃあね、ちょっと作業しづらいんでね、目線の高さぐらいまで車上げちゃいます。ね、目の高さぐらい、ね、腰だけだっちゃう、これ。ここなんだな、これな。このパッドを削るってことはな。僕の組じゃないからね、うん、どこに何があったか分からない。まあ、とりあえずね、はい、うまく外してもらって、外してもらって、いや、外すのは俺でもできるんだけど、ね、あとは文山先生をちょっと見ながらね。あ、いいな、はい、え、そう、リフトね、あ、上げましたけどね、ええ、ここから外していくんですけど、うんうん、僕の工具じゃないからね、どこに何電池がどこに何か、ちょっと俺今ちょっと工具出すんで、うん、じゃあ工具用意するまで待っててください。まだねー。はい、よー、じゃあ文山さん、はい、まず何するんですか、これ、うん、まずね、キャリパーのね、うん、ネジを外すのには下のね、うん、キャリパーボルトから、あ、これそう、外してこれ、そうそう、これ、これ、これを外して、うん、まあ、パッドを外すのにはね、ここ外さないと取れないから、うんうん、まあ、この時点でもう特定するんですよ。特定する。でもこれ、あと個人なんで、個人なんで、そう、ね、そう、俺の点検なんで、今教えてもらいながら俺がやってるんで、いいです。そうそうそう、これはタケちゃんの手です。そうです、手がいっぱいあるんで、はい、簡単にね、こうやってね、はい、あの、パッドってね、このように簡単に、はい、あ、プレート、バックプレートね、外れましたけど、あとで戻してみましょう、うん、はいはい、まあ、こんな感じで、これが角立ってるとダメなんだよね。これがね、角が立ってるとキーキー、うん、キーキーになって、もう新品ですからね、うん、そうそう、ちゃんと面取り加工してないのかなって思うな。そうなんです、うん、この角全部ね、うん、ちょっと削ぎ落としてみましょう。いや、まだ、はい、私面取り加工しなかったんです、うん、やってください。はい、わかりました、はい、お願いします、はい、
はい、文元さん。さね、じゃあね、まずこいつ。そう、パッドね、外しましたね。うん、そんでね、何をするかっていうとね、うん、これ新品のパッドで付け替えてたんですね。うんうんうん、で、よく見ると、あのパッドの角ってね、こう角立ってると分かるんですけど、はいはいはい、これね、きれいに削ぎ落としてあげないと、うん、そのね、角が立つとね、うんうんうん、立ってる状態だとキキキキ音鳴ります。はい、なので、そのね、あの角をこのね、サンドペーパーで、はい、こきれいにね、こすってね、うん、きれいに。まあ、地味なところでありますけど、やんないとこれね、音出ちゃうから。地味なことが似合わない男が地味なことしてますね。やってきます。はい、はい、じゃあ、ね、それがまず第一工程ね。そうそうそう、第一工程ね、これも綺麗にね、この角を削いてあげるっていうね。ああ、本当はね、グラインダーでね、やってあげてたらね、早いんでしょうけどね。まあ、こういうの、こういうのでもいいです。いやー、あまりこすんないじゃん。どうしよう、カス出てくる、カス手の上にもう一回かけてもらえると、カス出てきます。よろしくお願いします。はい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 、文山さん、ちょっと俺質問ですけど、はい、これなんでこのキーキー音ついてるんですか。うん、このね、要は、はい、あの角が立ってる状態だと、うん、そのね、これ振動音なんですよ。あのいわゆるキーキー音ってね、うんうんうん、で、その角がローターに対してその、うん、振動すると、うんうん、で細かい振動がそのローターに伝わってくると、うん、それがキーキー音となってね、うん、そう振動のそう、うん、その振動をなくしてやるためにこうやって角を作業として押さえてやる、うん、振動を抑えることによって音がしないと音を止めてあげるっていうやり方。さすが、うん、いやいや、はいはい、とっても勉強になります。はい、穴の開いた知恵袋、踏み込んでございます。はい、ふみさん、うん、あとね、大事なのは、うん、パッド面今削いだんですけど、はいはいはい、綺麗に、ね、なりました。パッド綺麗になってますよね。はいはい、あとね、パッドへのグリスアップ、グリスアップ、あの背面にね、うん、まあ、ちょっとね、あのちゃんとしたね、あのパッドグリスってないもんだから、うんうん、これね、まあ、パッあのラバーグリスかな、うん、とりあえずこれで代用します。うん、で、背中にね、こういうふうにグリスを塗ってやることによってもこのね、振動を抑える効果があります。へえ、あ、でもこいつ必ずグリスはいるんだね。そう、なんで、うん、そう、なんでこういうふうにするかっていうとね、うん、このグリスを薄く塗ってやることによってその、うん、振動、伝わる振動をこのね、グリスで持って吸収しちゃう、うん、そうすると、あの泣き止めの効果があるっていうことで、へえ、ちゃんと滑りを起こすんじゃないかね、うん、そうそう、あの振動吸収です。だから綺麗にね、俺は文元さんの口からだったらなんか滑りよくするようじゃない。いつも滑りです。滑ってばっかりですけどね。ちゃんと受けないといけません、ね、はい、今日のグリスは滑り、はい、滑りあの滑りよくするようじゃなくて音止めでございます、うん、音止めです、ね。はい、綺麗にね、違う使い方もあるね、グリスね。シムのね、あのパッドのシムっていうんですけど、あの中側にね、ちゃんと塗ってあります。こっちに別にね、あの、まあ、塗んなくても、うん、こっちバッチリ塗ったからね。塗ってね、大丈夫です。まあね、こうやってしっかりね、塗りました。うまいもんだ。こんな感じですね。うまいもんだ。いやいやいや、いいね。今度ね、こうやってね、グリスアップしていきますね。はいはい。じゃあ、あとはこいつは、うん、くつぐれたけどもね。片側も同じくね。了解了解。じゃあ、きれいにまんべんなく塗ってください。まんべんなく塗って、うん、そう、音止めの効果がありますからね。いや、塗り方うまいもんだ、うん。そう、こうやってやってますよ。うまいもんだ、うまいもんだ、ほら。ふみおさんね、本職ね、あの、ですかね、ダメですよ、あの車好きのただの変態な思われてるみたいですけど、ね、俺は車好きのただの変態だったんです。自動車整備です。国家整備士じゃないですか。確かにそうです、ね、くれぐれも、そう、今日休みだからね。今日休みなんでね、休みで俺が困ったってだけ、たけちゃんの手伝ってって ね、ちゃんとしたね、あの教えしますから、ふみさんね。結局俺やるって、ふみもさんに休まれてる。たけちゃんほら、車のことね、うん、車好きでも車のこと知らないから、そう、うん、危ないから、俺ネジだけ締めっから、ちゃんとトルクで締めてください、うん、はい、あと確認お願いします、俺やった後、はい、じゃあとりあえずで、ね、なんだかんだでふみもさんやってるんで、あとちょっといたずらしながら手伝ってます、はい、またじゃあ ね、グリス塗り終わって、ね、どっちもね、はい、あとこのシム、うん、そう、シムもね、そう、できればね、このシムの外側にもね、うん、グリスちょっと塗ってあげたいよねっていうところがありますね。あ、やっぱ外も必要なんですか。必要もね、必要ですね。へえ、なんかないかな、ハサミ、ハサミがある、あとこいつもバッチリ締めればいいですね、ギュッとね、うん、ギュッとね、これ外れないようにこのシムをね、うんうん、塗ってからだな、ね、よし、いや、グリスは一発から一発使ってください。あ、これいっぱいありますね、まあ専用じゃないけどもね、しょうがないからね、うん、以上、何も塗らないよりはマシでしょうってことね、こういうね、あのパッドのね、まあ、音止めだからね、音止めなんでね、
こういうのもしっかり塗ってあげる必要ありますよ。あとね、赤いグリスなんてなんか根強い感じるね。これラバー、本当ね、ピストンの、あのシールとかそういうのに塗るようなね、あのこのこ、ね、グリスね、グリスなんでしょうけど、この辺にもね、ちょっとね、こっちは潤滑油ね、塗ってあるんでしょう。まだなんだ、なんだ今、潤滑油なんてすごいワードが出てきましたね。いろんな、でもね、いろんな、ね、種類、ブレーキって、いろんなグリス使いますから、一概にね、あのちょっとそれぞれ専用の、ね、グリスあります、なので、まあ、専用のグリス、本当は使わないといけないんでしょうけど、まあね、ないんで、今、まあ、とりあえずあるものでやりましょう。あるものでね、とりあえず大丈夫です。まあ、そんなにね、まあ、問題が生じるとこじゃねえから、ね、問題はそんな生じないでしょうね、何が、ね、あってもね、変なことが出るということはあったとしても。はい、こんな感じで、ね、パッとね、グリスアップ成功です。あとこれね、あの戻していくだけです。お願いします。はい、はい、じゃあね、はい、さっきグリス乗ってもらったパッドをここにカチンコーって入れてね、いいかな、はい、表と裏にこうやって入れるんですけど、はい、うまくはまりました。したらカバーを落とし込んで、これキャリパーカバーですね、ディスクキャリパーですね、キャリパー、ほらほらほら、ね、おっ、キュッと、いいね、グリスが傷だもん、今グリスが傷だもん、うにょって、うにょって、あとは虹を締めてたね、そうね、まあ、作業工程的にはこれだけなんですけどね、これだけのこと、でもその一手間が物多いんですよね、特別ね、難しいことってないのよ、そうなんだよね、あと締め付けるだけ、これもね、あの船山さんね、トルクレンチ使わなくてもね、大体のトルク分かりますが、テルクレンチって言って何その、こねた挟んでくるの、そう、こねた、あの手の感覚だけで、このでいいですか、大丈夫です、あとトルクレンチで確認しますから、はい、ほんで完全に締めすぎなんでしょ、あともう二度と取れません、まあ、とりあえずこんな感じで、そう、こんな感じね、パッと入れてキャリパー下げて、はい、組み付け完了です、はい、あとはあっちのサイドも、そう、反対も同じことしますからね、わかりました、じゃああっちもよろしくお願いします、はい、はいはい、結局俺ほとんどあのやんないんで見てるだけ、じゃ動画止めてちょっとあっちは自分でやってみますから、またでいい、はい、じゃあここね、はい、ね、はい、ちゃんと立ちます、はい、もうホイールつきましたもんね、はい、ちゃんと後で外れるように締めてください ね、 あとね、真っ締めしますから、ね、はい、かけましたからね、これであと作業的には終わりですもんね、大体終わりです ね、 ね、あとはちょっと走ってもらって、ね、了解了解、よし、はい、じゃあ下ろしましょう、はい、じゃああとはね、ちょっと車落としてちょっと確認だけしてみますんで、ね、はい、よし、また後でいい、ね、はいよー、はい、じゃあ最後の最後、これ大事なとこ、これ大事ね、忘れてやらないとね、トルクレンチですね、はい、ちゃんとトルクね、トルクをかけてください、はい、トルクレンチで決めましょう、はい、これ21は、うん、21だ、この頭違うじゃないですか、これ頭違う、あ、見えないこっちだな、そうです、そうですね、サングラスがね非常にね曇って見えないです、あ、はい、大丈夫です、はい、せーの、はい、はい、バッチリ、まあ、1年1回で、はい、まあ大体ってね、ちゃんと締めてからね、ちゃんと締まってみて、まあ、確認のためのフォルグなんで、はい、はい、せーの、はい、はい、いいね、いいね、はい、大体ね、サングラスでね、マスクかけてるとね、と自分の息でね、あのサングラス曇って前によく見えません、変態っぽいっすもんみんなあの覆面 YouTuber さ、そうじゃない、そうだね、マスクで曇る、絶対曇るよね、曇る曇る、曇る、曇る、曇山さんだけじゃねえもんなとりあえずじゃあの、確認するんで車出しますから、大丈夫、よし、頑張った、はい、はい、はいよー、じゃあね、今ね、ふみもんさん乗ってもらってね、はい、外に出てきました、はい、これさ、前の時はこう、前の動画撮ればいいって、ここでも落としたんだよ、あー、だってね、この徐行で無理、キキキキ言ってたんだ、バッチリ止まってんじゃないですか、止まってるね、うん、止まるでしょうね、これすごい、ほら、音がしない、音がしないそれも止まるでしょうね、さあ、あ、止まるでしょう、そうね、そういうことですよね、そう、止まらないわけがなかったんだよね、何百台もやってきましたからね、何千台も、30年か、そう、あ、いい感じ、いい感じ、ほらちゃんとね、あのそう、こういうことでやりましょう、バッチリですね、うん、あの必ずね、あの新品のパッドを組むときは、うん、パッドの面取り、はいはいはい、それとグリスアップね、うん、ちゃんとしましょうね、それ大事ですね、大事です、ね、はい、結局2度手間3度手間になったから、そうそう、ね、1回やっちゃえばね、そうそうそう、いいと思います、うん、はい、まあ
まあ個人でね自分らでこうやる方いたらね、うん、ぜひ参考にしてみてください、まあ、そういうことで、うん、本日はあのふみえもんさん呼んで、ね、来てもらって、うん、直してもらいました一緒に、うん、よしね、また何かやってもらうから、そうですね、はい、でも休みの時しか来れないんで今日遊びながらね、はい、やってもらいました、うん、またお願いします、はい、よし、じゃあそういうことでまた皆様会いましょう、はい、グッドボタン、チャンネル登録よろしくね、バイバイ、はい、いや、ありがとうございました、はいよ、さすが腕いいな、でしょうね、でしょうね、でしょうね、ナイスですね、ナイスですね、バイバーイ、はい。